おうちでエンジョイヘコマン生活。介護予防やものづくりなど楽しくちょっとためになるおうち時間の過ごし方をご紹介します。今回は簡単に作れて楽しめるペットボトルで作る玉入れを紹介します。30個のキャップをこの洗濯バサミを使ってカゴに入れていき、早く入れた方が勝ちとなります。でも倒れてしまったらやり直しです。どちらが早く入れることができるでしょうか。では始めてみましょう。よーいドン。このように大変盛り上がります。洗濯バサミを握ることから手指のトレーニングにもなります。では作り方を説明します。1、ペットボトルをカッターやハサミでくぼみのところで切り分けます。2、切り分けた上の部分を使用します。底の部分は使用しません。切り口がギザギザになっていて危ないのでビニールテープで補強して出来上がりです。キャップに1円玉など一回り小さいものを貼るとより不安定になって難易度が上がります。キャップの数を決めて早く入れることを競ったり、時間を決めて何個入れれるかを競ったり、遊び方をアレンジしてみてください。また、洗濯バサミの代わりにお箸を使うのもいいと思います。一人でも複数人でもぜひ楽しんでみてください。今回ご紹介した内容は松山市社会福祉協議会のホームページでご覧いただけます。ぜひアクセスしてみてください。おうちでエンジョイ、ヘコマン生活。次回もお楽しみに。